2018年3月9日1時21分バレンシアの中盤で輝くコンドグビア、フランス代表に選ばれたら嬉しい。拡大、バレンシア MF ジョフレー・コンドグビアは、新天地での日々に充実感を感じているようだ。コンドグビアは昨夏、インテルミラノからバレンシアにレンタル移籍。マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の下、バレンシアで必要不可欠な存在となっている。コンドグビアは中盤で広いスペースを一人でカバーしていることか。が、バレンシアファンに、タコ、というあだ名を付けられている。これについて、フランス人 MF は次のように語った。僕はスタンドから観戦しているわけじゃないからね。だけど、タコ、というニックネームを付けられて嬉しいよ。そういうサポーターの信頼に、ピッチ上で報えるように願っている。またコンドグビアは、今年の夏に控えるロシアワールドカップを前に、フランス代表にも言及した。代表について、そういった質問を自分に毎日投げかけることはできない。集中力を欠いたり、何かしら影響を受けるかもしれないから。日々の向上だけを考えなければならない。もちろん、フランス代表に選ばれたとしたら、喜ばしい。一人のフランス人として、代表選出は誇らしいことだよ。ゴールドットコム、今、あなたにおすすめ。